アンデルソン、または、ソニー・アンデルソンことアンデルソン・ダシウバは、ブラジル・ゴヤス州、ゴヤ・トゥバ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。清水エスパルス、浦和レッズ、読売クラブなどでプレーしたトニーニョは実刑である。1992年には、スイススーパーリーグのセルベット FC に移籍し、1992から93シーズンには20得点を挙げて、 リーグ特典王と最優秀外国人賞を受賞した。九百九十三から九十四シーズンには、シーズン前半戦だけで十一得点を挙げ、最終的にチームは、リーグ優勝を飾った。九百九十四年一月、フランスデビジョンアンのオリンピックマルセイユに移籍し、九百九十三から九十四シーズン後半戦だけで十六得点を挙げたが、シーズン終了後には、 ヤオ長問題で、ディビジョンズへの強制降格処分が下ったため、AS、モナコに移籍すると、1996から97シーズンは21得点で、得点王に輝き、1997から98シーズンには19得点で、リーグ優勝に貢献した。1997年夏、スペインリーガーエスパニオーラの FC バルセロナに移籍し、ルイス・エンリケア、 パトリック・クライファートラとポジション争いをした。1997から98シーズンはリーグ戦だけで10得点し、リーグとコパデルレイの2冠を達成したが、1998から99シーズンは出場機会が減少した。1999年夏、フランスで急成長を遂げていたオリンピックリオンに移籍した。移籍金は1800万ユーロ。 1999から2000シーズンには23得点を挙げて、いきなり得点王のタイトルを獲得し、2001から02シーズンにも22得点で2シーズン連続の得点王に輝いた。同シーズンにはクラブ初のリーグ優勝を果たし、2002から03シーズンには2連覇を達成した。2003年夏にクラブを離れたが、オリンピックリヨンはその後も優勝を重ね、 2007から08シーズンまで7連覇を成し遂げている。33歳だった2003年、スペインのビジャレアル CF に移籍した。途中出場して、わずか2分後に決勝点を決めた、レアルマドリード戦、89分に決勝点を決めた、FC バルセロナ戦、バレンシア CF 戦など、競合相手に重要な得点をいくつも決め、 UEFA カップではチームを準決勝に導いた。2004年8月にはビジャレアル c f の UEFA インタートと,とカップ優勝に貢献し、その後カタールのアルラーヤン SC に移籍した。2004から05シーズンにはカタールスターズリーグの得点王となり、3カ国で得点王のタイトルを獲得した。アルガラファに在籍した後、2006年に現役引退した。 1997年8月10日、韓国との親善試合で、ブラジル代表デビューした。1998年に、フランスで開催された 1998FIFA フフワールドカップでは、代表候補に残ったが、最終的に23人のメンバーからは落選した。2001年の FIFA フフコンフェデレーションズカップ2001で、 ブラジル代表復帰を果たしたが、大会中に負傷してからは召集されることがなかった。計6試合に出場。引退後、フルス、オリンピックリオンのフォワードコーチに就任した。2007年6月11日には、スタッドジェルランで引退試合が開催され、友人たちや2001から02シーズンのリーグ、優勝時のメンバーが顔を揃えた。2011年、 スイススーパーリーグの入ーシャテルザマックスのシーズンに4人目の監督として就任したが、前任同様すぐに解任された。ありがとうございます。